子どもや高齢者、さまざまな世代が楽しく交流。地域の人が集まり、世代を超えた交流は地域が活性化するとともに豊かな心を育み、市民の皆さんの充実した生活につながります。東海市では市民の皆さんが集える施設を整備して、地域が主役のまちづくりを進めています。東海市には幅広い世代が集うことができる複数の機能を持つ施設があり、市民の皆さんに利用されています。那和町には津波避難施設と健康交流の家が一体となった千鳥津波避難所と千鳥健康交流の家、矢部町には児童館と健康交流の家が一体となった施設など、そして緑陽地区には昭和59年4月に設置され、これまで親しまれてきた緑陽敬老の家が令和4年3月末に、緑陽市民館が令和5年3月末に閉館し、新たに緑陽コミュニティセンターが4月1日に開館しました。この施設のある緑陽コミュニティですが、モデル地区として話し合いにいち早く取り組んでいただき、令和5年4月、この緑陽コミュニティセンターの開所に至ったものでございます。この施設なんですけれども、市民館、児童館、敬老の家、これらの施設の一部の機能を集約化した施設となっておりまして、コミュニティや町内会自治会などの地域活動をはじめ、障害学習の各種講座、乳幼児親子を対象とした教室、そして子どもから高齢者までの幅広い世代の交流、こういった活動が展開されているものでございます。こちらの施設をですね、市が直接管理運営するのではなく、指定管理者である緑陽コミュニティセンター管理運営委員会の皆様に管理運営していただくことによりまして、地域の皆様に親しまれ愛着のある施設になることを期待しております。これまで緑陽市民館を拠点に活動してきた緑陽コミュニティは、東海市で最初のコミュニティとして昭和53年に設立され、心の触れ合う新しい地域づくりを目標に活動を続けてきました。コミュニティの役員経験者が集まって、将来緑陽コミュニティをどうしていこうと、組織はどうしたらいいかとか、事業はどんなものをやってたらいいのかという、その将来像をこう調査研究をみんなでしてきた。でそのメンバーがこの立ち上げにあたって、コミュニティセンターの管理運営委員会のメンバーになっておるということですね。市民館の場合は事務所といいますか、そういうスペースがほとんどなくて小さいところでやってましたので、この新しい事務室ができて、そこへ集う人たちが増えたので、そういう意味では非常に話し合いの場が増えたということで、大変ありがたく思っています。この度完成した緑陽コミュニティセンターは鉄骨造2階建てで、延べ床面積はおよそ383平方メートルあります。それではセンター内の設備を紹介しましょう。エントランスを入ると広々とした地域交流スペースがあります。ここはどなたでも利用することができます。天井には木製のルーバーを設置、木のぬくもりが感じられるよう家具も木材を使っています。ここでいろんなね、話したり体操したりして過ごさせていただいてますけどね。運動とかそういうのは2回でやってから終わって、ここへ帰りにちょっとお茶飲んで。子どもたちが遊べる設備もあります。キッズスペースには子ども向けのおもちゃや本などを設置して自由に遊べるようになっています。この日も学校が終わった子どもたちが遊びに来ていました。静かな空間だったりするので漫画が読みやすかったり、
本当にすっごい漫画がたくさんあるので気に入ってます。キッズスペースの隣にはボルダリングスペースもあります。子どもの体力づくりや高齢者の健康づくりの促進に利用でき、指定管理者によるボルダリング講座も企画実施される予定ですので、ぜひ体験してください。キッズスペース横には乳幼児親子が安心して利用できるように授乳室も設置しています。調理室はサークル活動団体の料理教室などで利用できます。設備は3口のガスコンロテーブルが3台、コンベクションオーブンが1台で、利用料は1時間につき230円です。カフェ方式のサロンも実施されていますので、お気軽にご利用ください。地域交流スペースに隣接して多機能トイレが配置されていて、障害の有無にかかわらず誰もが利用できるインクルーシブな交流拠点となるように配慮しています。2階にはガラス張りの明るい多目的室、広さはおよそ90平方メートルあります。ここではコミュニティや町内会、自治会の打ち合わせをはじめ、ダンスやゴムバンドなどの軽い運動や書道、手芸などの文化系の活動に利用できます。この多目的室は利用者のニーズに応じて間仕切りによって部屋を分割して利用できます。利用料は1時間につき全面で940円、9分の5の利用で530円、9分の4の利用で410円です。この日、多目的室では萌やっこ広場が開かれました。演歌など音楽に合わせて体操をします。高齢者の方が多いですので、楽しく無理なく健康にを、キャッチフレーズといいますか、それを心がけて楽しく踊れたらいいなということで、とにかく音楽聴くと気持ちも明るくなりますしね、またそれに合わせてリズムも乗っていけるし、だから音楽の効果というかたくさんあると思います。その他にもお手玉を使うなど筋力アップも図っています。やはりお手玉使うとやっぱ握力ね、だんだんと弱くなってきますので、こうやって握ることによってね、いい運動になるんじゃないかなということで。今日ちょうどいい運動ですね、このぐらいがね。一緒に毎月行きます、はい、楽しいです。やっぱり腰とか足とかね、痛いところをね、少しでもね、良くしようと思って頑張ってます。緑葉コミュニティセンターの開館時間は午前9時から午後9時まで、休館日は毎週月曜日と年末年始です。今後あの旧市民館が改修をされて、一体となって運営ができるようになれば、さらにいろんな方に、活用していただけるので、今でも毎月サロンコンサートをやってまして、これも今のサロンは狭いので、体育館が改修が終わればそちらに移して、さらに充実した内容でコンサートができるといいなというふうに思ってます。隣に旧緑葉市民館という施設が現在建っております。でその施設につきましては、本年度ちょうどリニューアル工事を進めておりまして、その後ですね、緑葉コミュニティセンターとして開所する予定をいたしております。こちらの施設につきまして、リニューアルオープンした際には地域住民の皆様の幅広いニーズに対応できるような施設となるよう努力してまいりますので、皆様のご利用をお待ちしております。緑葉地区に完成した東海市で初めてとなるコミュニティセンター、地域活動の拠点として日々の楽しさだけでなく、町のにぎわいがこの施設から生まれることが期待されます。